音道とは、日本律令制の大学寮において、受教教典をそのまま音読するために必要な漢音の発音について習う学科。日本書紀によれば、691年に、児藤天皇が、党より招いた俗主言、薩博士格を音博士に任じたのが最古とされている。律令制確立後に、大学寮のもとに音博士が位置づけられたが、本家の学生が、 儒教の教育を受けるために行う、最初の過程であった経典の音読を指導するのが役割であったことから、賛同、書道のような独自の学生を保持することは、学例などにも記載されていないなど、最初から補助的地位に留められていた。それでも、唐の文化の影響が強まった、平安時代初期の延暦11年ルー11月20日、寒武天皇が、寒温症令の直を出して学生には、 漢音の学習が義務付けられ、続いて、延暦17年2月14日には学生に、従来から日本に存在する、南朝系の語音を禁じて、漢音での発音が義務付けられた。なお、同様の措置は僧侶に対しても取られており、音博士も、僧侶の試験のために派遣されている二年分土者に、対して漢音に通じなければ、特度を認めないとし、延暦20年4月15日には、 僧侶の特度の際に、漢音の試験を課している。そして、佐賀天皇の公認8年4月17日付で4名の、音声及び白鳥からなる6名の、看護声設置の核が出されている。だが、上は5年を最後に、検討士が中絶停止されると、漢音を日本国内で用いる必要性がほとんど失われ、音道は急激に衰退する。また、実際に、 剣道士と共に留学した者の間でも満足な発音、会話ができない者が多く、最長は弟子吉羽が役語役となって学業を果たし、立花の早成は早期帰国の理由として看護ができないことを挙げるありさまであった。おそらくは書道よりも早い段階で妙行道に事実上吸収されていき、妙行道を独占した中原氏。 清原氏が、病行堂の職に就くまでの暫定的な地位となっていった。そして、剣道氏の中絶後も等あるいは、僧に留学を希望する者は、音道に期待せず、新たな方法で、看護習得を目指した。例えば、平安時代末期に、僧への留学を念願していた受学者の高階道のりは日本を訪れた、神判などの人の静かいを習うことで看護を、 習得したと伝えられている。A.B. 森正明、検討史と、当文化の移入、所集、検討史と古代日本の対外政策 ISBN 978から4から642024709。ありがとうございます。